チャンネルクララをご覧の皆さん、こんばんは。今日もこの時間がやってまいりました。世界史の始まり、モンゴルを学ぼうの時間です。今回は第3回、中華思想はなぜ生まれた、遊牧民と支那の関係というテーマで、宮脇先生、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今月本は新しく出るということ で中国の悪口書いた本宮脇正弘先生と2人で、はい、ビジネス社で対談本が出るんです、はい、もうね、だから私が歴史の話をして、先生が今の中国の経済がいかに悪いかという数字を上げてガンガン話して、古今にわたりいかに、それでね、そのね、はい、中国がこれからもし崩壊した時はどんな崩壊し方するだろうかということを歴史の中から探そうでという、そう、ちょっといいでしょ、まあね、視点が新しい、あ、新しいですね、他じゃできない、できない、他の人じゃできないですからね、という本がビジネス社、いやここ11月末刊行です、はい、お楽しみなさってください。ということで、今回はこのちょっとじゃあ進めてまいりますと、はい、次の、はい、はい、ですね、何回も言ってますが、中国は20世紀からしかないので、はい、シナと呼びましょう、シナ、はい、それで、まあ、漢字のシナが悪い字で嫌だって言われたんで、はい、カタカナのシナに、え、そうなんですか、うん、あれはあんまりいい字じゃない、シっていうのがその辺だから、元からじゃない先っちょ、始点のシでしょ、はいはいはい、なっていうのもその辺なんですよ、あ、そうだから意味のない感じだ、そうなんですか、うん、だから彼らは中国って真ん中の国、世界の真ん中の国っていう言葉を選んだん で、ね、でしかもあれが別称だって、うん、日本人が別称だって、日本ってのは日の本で、はいはい、こんなに画数が少なくてこんなに立派な字なわけよ、うん、それでその比べて劣るのが嫌だった、そうだったんです。だから今の中国人の反日は、はい、もう全て今の中国が日本をモデルにしてできた国だから、うん、もう全てが日本を真似して日本に勝つと、うん、日本の真似をしながら一個上へ行くばっか考えてるからですよ、うん、そういうところで結構こうセンシティブに反応されるわけですね、ね、うん、そういうことだけは強いというか、はい、謀略だけは本当のことじゃなくって、あの情報戦には強い人たちで、でね、はい、結論言うとさ、はい、中華思想なんて途中で生まれたんで最初からないわけ、あ、そっかそっか、強かったらこんなもんいらないんです、あ、逆にね、うん、こう、ま、強い人間はね、うん、はい、言い訳しない、あ、やっぱりちょっと負け犬のちょっとね、なんとかで、そうなんです、はい、でもちろんあの支那氏、うん、みんな中国史って言ってるけど支那氏、はい、支那っていうのはもともと秦の始皇帝のこの秦が語源で、これが秦から支那になり、はい、チャイナになったわけ、あ、そうなんですか、だから支那2200年は正しいわけです、うん、5000年じゃなくてね、はい、で秦の始皇帝っていうのが本当に最初の統一を作ったチャイナの元の人で、はい、この直後に史上初めての遊牧帝国、こう郷土と読むんですが、はい、が誕生する、でまた郷土って嫌な字でしょ、なんかねこれフンヌっていう元の音をね、わざと悪い字を使う、つまり漢字が分かんない野蛮人だから何の漢字書かれても分かんねえだろうがっていう嫌がらせで、それをまあ後でこれを中華思想って呼ぶけど、当時はとにかく周りを蔑視してるので、はい、日本のことはって呼んでるけど、はい、あれチビっていう意味だし、でも人面ついてるからまだ人扱いしてるで戦費とかね、とか女王卑弥呼だって卑って卑しいって言うんです、そうですよね、耳で聞いたら卑弥呼だからね、別に悪い意味ないわけね、卑弥呼っていうふうにしてたんで、シナの字が別称だって自分たちのすることを当てはめて、日本に悪口言われたって言うけど、あれ大蔵経に出てきた文字で日本人が発明したんじゃないですか、そうですよね、はい、実はあれはね、あの秦の始皇帝の秦が終わって漢になって、もっと後の時代に秦の秦っていう字をインドのお経に出てきたっけ、チンの国で、そのチンの国を当て字で漢字で書くときに、よその王朝なんか重要じゃないからっていうんで悪い感じ、うん、大したことない感じで当ててるわけです、うん、ああそういうことだったんですね、もう自分たちのことだけが重要で、で自分たちのしたことなの、うん、でそういうのがずっと続いてるわけです、だから前の王朝のことは他人だから、ああもう全然別のものなんですね、うん、それでそのまあ郷土は何でできたかっていうと、はい、南が統一すると、はい、侵略戦争征服戦争に行きにくくなる、南が分裂していると格好撃破でちっちゃな部族でも軍事力があるから馬に乗って穀物取りに行ける、うん、
天高く馬こゆる秋っていうのは、はい、あれは遊牧民のが襲ってくるぞっていう警句なんですよ。そうなんです。日本はさ食欲の秋に使うけど、ね、違う違う、あの穀物がとっさり溜まったぞ、そろそろ遊牧民来るぞ、気をつけようっていう。へえ、そうアラートなんですね。そう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 。それでそうやって来てたんだけど、始皇帝があの例の日、兵馬俑ね、あんな軍隊作られると、行ったって絶対跳ね返されるでしょ。しかも万里の長城がしっかりできたでしょ。それどうしたかっていうと、遊牧民全部で団結したの。みんなで行けば勝つ。これが最初の遊牧民の国なんです、部族連合で。この時も郷土の方が強かった、はい、で次ね、はい、次に結局ですね、あの五冠が黄巾の乱って、あの三国志の時代ですけど、お互いに殺し合って人口がどんどん減って義と呉と蜀になるんです、はい、南に義と呉と蜀がある、はい、そうすると人口は少ないわ、互いに戦争してるわで、全くその力が弱い、はい、で北の方にその人口がね6000万人から450万人減ってるんですよ、まあ、岡田秀広の著作集と岡田秀広読んでください、しっかり書いてあるから、ね、ぜひぜひ、はい、それでその減っちゃったんで空白になったわけ、それで義って三国志で悪者だけど、曹操が北の遊牧民にあのやってきなさいっていうか、傭兵にするから給料出すからって言って全部呼び込んだ、傭兵として。だから今の北京に住んでる人も、黄河に住んでる人も、古い時代からもう大体北から入ってきた人たち、そこにルーツがあるんですね。でもやっぱり貧乏人はもう馬やめて農民になるんですよ、そこに土着するわけですね、小麦作ってね、はいはい、それでそういう人たちがそのやってきたのが五胡十六国の乱って言うけど、五胡ってのは5つの野蛮人というか遊牧民で、16の国建ててもうバラバラの内乱状態になった後、隋と唐が統一する、はい、地図はないんだけどね。じゃあ次いきますね、で隋と唐っていうのは、結局は戦費の人が建てた国で、なぜって言ったら、元宗皇帝と楊貴妃って知ってるね、はい、楊貴妃って馬にまたがって乗ってるんですよ。この横座りじゃなくてことですか。ということはもともとが遊牧民の出身だ。そういうことなんですか。なんか男勝りとかいうのではなくて、いやいやいや、唐の時代はみんなでポロをして馬でこうやったり、全員がその馬で移動するのね。ということはもともとが北から来た人たちだった、だから世界帝国になる。それは別にね、肝心がね、目が開かれたんじゃなくて、世界、要するに中央アジアでいた人たちが中に入ってきて、隋と唐を作って漢字の名前を持っただけで、だから中央アジアの速度商人とか、古希って言ってね、ダンスのうまいね、異国情緒のある美女がね、長安にいっぱいいてね、で長安ではね、ピンって言って今みたいな餃子の素みたいなのが流行ったりね、餃子の餃子もあれ中国人のじゃなくて遊牧民の料理だ。そうなんですか。水餃子みたいな感じ。何でも。だって小麦に肉入れるっていうのは、あれはもう元々がその草原で肉があって、それでその小麦を略奪してくるっていう。なるほど。でまだこの時は中華思想ないんです。でその後で、今の地図ね、古くに南下した宋の漢人、元々は遊牧民だと思うんだけどさ、先に入った人が新しく、さっきのひゃたっとね、吉旦が強くなった時に、あいつらは軍事力は強いけど文化のない野蛮人だって言ったわけ。これが中華思想の始まり。文化がない野蛮人だと、相手をね、自分たちは中華だと。そういうとこからその優越性が中華思想なんですね。もう半分取られて、あっちの方が軍事力が強くて、でも 俺たちは漢字が使える、相手は漢字を知らないだろう、が中華思想。そっからなんですね。で中国って、今自分たち中国って言ってる、日本にも中国って言い方もすごい昔にあって、我々こそが中国だって、真ん中の国だって意味なの。で日本人は南蛮渡来って言ったでしょ、長崎に来たポルトガル人、あれ南蛮って南の野蛮人って、あれは漢字知らないから、あの人たち。だそういう朝鮮半島の小中華思想とかも、全部漢字が分かる人間が偉くて、漢字使わないやつは野蛮人だっていう。で次行きましょう、それでですね、モンゴルが作った元朝っていうのは、
すんごい広いあの地域を支配しているので、うん、中華思想なんて思想全然必要ないんですよ、もう勝ちまくってるわけだから、もともとね、はい、ない、はい、それから清朝っていうのも満州人の、うん、モンゴルを継承して、はい、で最大半島を取って、うん、もう本当に今の新疆とかチベットとかモンゴル全部が清朝になって、アムール州っていう黒竜江とか沿河州も全部清朝で、はい、最初、はい、あとロシアに取られたんだけど、そうですよね、まあ、中華思想なんかいらない、だってもともと自分たちは野蛮人って呼ばれてたわけですよ、日本と同じようにね、恵比寿とか言われてたのが皇帝になったんで、大変あの、立派な皇帝がね、野蛮人でも立派なことをしたら偉いんだっていう本書いてるんですよ、皇帝自身がちゃんと居直ってるというか、ね、分かってるっていうかね、ちゃんと自分のね、はいはい、あの自分でちゃんとそういう本を書いて、 あの国民というか領民に言い聞かせてる、自分を作ろうことなくちゃんとそうやって、ね、我々は北方のそういうところから出てきたけれども、こんなに立派な政治してるんで、どこが悪いいうようなね、だから中華思想というのは、はい、これはもう負け惜しみの精神というか、負けた時にあの私たちが本当が偉い、だから今の中国もそう、ちょっとね中華の夢とかさずっと続いてるんですね、本当か本当かって、そんな昔そんな偉くなかったよって、ちゃんと歴史勉強しなさい、負けたけどこっちは強いんだからみたいな、ちょっとそういう負け惜しみみたいなところは、はい、良くないあるんですね、はい、ということで今回も貴重なお話、次回ますます楽しみですが、はい、次回はモンゴルが征服戦争に強かった理由ということで、ぜひお楽しみになさってください。今回はこの辺で。